最強おばあちゃん、時々しゃご。え？かぼちゃ？どれ？どれ？かぼちゃが腐ったやつカップといたら出たんだ、種ね。これ一人で。この葉っぱ、これ。うん。そうだなの、これが。そうで出た。種がこぼれたら何でも入る。やっていきたいと思います。はい、プロ何個？5個ぐらいやる。全部で どうくるの？4。あ、おい、絶対に取るな。お、OK。はい、はい、OK。で、混ぜてほしい、卵。何個入れよう？ 2つ？ 2つか。うん。手もあるし。うん。すごい。ん？料理ってすごいわ。なんで？こんな、いろいろ混ぜてさ。で、一人じゃやんないの、こんなの。工作みたいな。でさ、その目分量でできちゃうのが不思議なんだけど。プロなんで。うん、プロだよ、ほんとに。初心者だとさ、書いてある通りに入れないと気が済まないのよ。完成しないと思っちゃうからさ。私はいいから混ぜてくれ。めっちゃダマできちゃう。ダメでしょ。ホットプレートでやる？うん。ホットプレートは物置？物置だって。うん。ニラとよくさ、ニラとさ、水仙間違えちゃってみたいなのあるじゃん。水仙と何が違うの？あ？ニラと
スイセンは何が違うの？匂いも違うし、うん、葉っぱの色さも違うんだよな。うん、スイセンの方が大きいよ、葉っぱ。そういうのできたんでも、スイセンもそれ、痩せていったことは細いからあれだったけど。なあ見てもわかんない人もいるのか。だよな。めっちゃお腹すくな、これ。油ってさ、何食うの？ごま油。ごま油食べる。結構引くよね。このもこれ広げればいいの？これでいいじゃん。これシャーってやればいいの？モリモリにしないで捨てないで。4つとか作ればいい。ここに？この領域に？うん、やるよ。うん、全然重点がなくない？どうするの？ん？入れちゃった。入れたかな。なんか温まってないと思う。ジューって言ってないかな。熱い。大体こんな感じでしょ。いいんじゃない？え、いい感じ。でさ、またさ、いや、もうちょっともっちりしすぎじゃない？まあ、いや、美味しいでしょ。絶対うまいでしょ。でね、具材入ってれば。ちょっと味見して、タレ。タレ。大丈夫？やばい。食べてみて。チヂミの味する。チヂミってニラが命じゃない。今度何まで、まあやったことだっかいか。母さんが好きだと思う。あ、そうか。母さんが昔小麦粉と水だけのんだこういうやつ食べたって言ってた。食べた。結構あったのすぎたわ。うん、それはソースかけんの？醤油？醤油で食べんの？あの水を、あ、水にかきっとかけなくても大丈夫だと思ったよ。あ、うん、もうみんなの分よそってみる。うん、ちょっと味見したいじゃん。どうぞ。へ、いただきます。チヂミ屋さんです、うん、おいしい。ニラもっといっぱいでもいいかもね。そうだな、狙いぐらいでなく。うまっ。ご飯食べていい？
ご飯。どうぞどうぞ、いっぱいあるご飯。何で食べんだご飯。チヂミ。チヂミおかずで。うん。全然食べられる。ネギ入れてもいいね。ああ、そうだね。うん。なるほど。これ。チヂミでございます。え、母さんどっち欲しい？食べたかっただよね。母さんが食べたいかなと思って、うん、そう、食べたかった。はい、どうぞ。あらら、ありがとう。悪いね。やっと、うん、食べて、うん、あ、つけた。あ、つけたのか。うん、うん、いただきます。はい、うん、食べるかな。うん、おいしい。出来たて美味しいよね。うん、あー、出来たやっとった。かけたのがこれ、これ金曜日が一番忙しいからさ、うん、なんですそれ。それタレ、タレ、タレ作ったんだわ。かけ、かかせ、一応味付いてんのかな。あ、さっきかけくれた人か。そう、ごめんね、じゃあ20のちょっと玉ねぎも入って、うん、わかるのを入れてみて、あとまだ焼いたら、はみちゃん、金曜日が一番良いじゃない。なかなかあかんねんのよ、だがやんなっちゃう。硬いよ、硬い、うん、匂いに揃えてきてるのもないけど、すごいね、こんなやり方なんだね、チヂミ。いや、なんかまとまんないでビャーっていっちゃうから、うんうんうん、もう焼いてから切ろうと思って。お茶持ってけないよ。いいね、ありがとうございます。はもうこんなやった。はい、はい、ばあちゃんまだ食べれるよね。今一枚まで。いい、一番あとで。あ、6個あるから大丈夫だね。あと3枚はいける。あ、何あと3枚ぐらい食べれる。1枚が何も入ってんの。ネギはさ、うん、後半に、後半で入れた。最初からは入れてない。ああ、そうか。食べてる時今食べたらこれ、ネギが入ってるの。